レーダー復活してるかな。あ、復活してない。よかった。してないね。目的地はこっちか。武器いろいろ使いたい武器いっぱいあるんだけど、持ち物がさ、まあ持ちすぎると重くなってしまう。アイテムとか拾えなくなるもんね。もう重くなりすぎると。こっちだよね。なんでこの子にストアがあるんだ。夜か。夜は敵がちょっと見づらいな。あー、これメカニストのやつだったのか、もしかして。ここだな、次のエリア。敵の気配は全くない。あのさ、なんか人のでっかいなんかね、象じゃないけど、あれってメカニストの、そういうこと。レーダーね。突撃。It's a great night out at the track. Hey boys. Damn it! What is it now? これメカニストの声？メカニストかこれ。メカニスト来たぞ、いっぱい。メカニストのロット来た。もうメカニストのとこ行った方がいいか。じゃあエイダーどこ行った。エイダー向こうで戦ってんのか。失敗した。そこに落ちちゃった。メカニストいるね。そんな簡単に俺は止まらんぞ。倒したかも。エイダー頼もしい。エイダーどんどん敵を投げ払っていい。どこだ、あと。そこにいるか。Damn it! Screw this! これしか足りないんだ。どう？何人いんの？全滅したか。まだいるな。早速メカニストのロボットいっぱい来たぞ。ゆっくり探索する暇あるか。敵どこだ。もう接近で行くか。困ったら、敵のマークがまだ映ってる。上か。どこ隠れてっから。どこにいるか分かんない。俺もどこに行くか分かんないんですけど。隠れてんな。上か。この武器使ってるとすごいタイタンフォール2を思い出す。リロードの仕方。
メカニストのロボット来たね。また来るかな。パーツですね。ちょっとゆっくり探索したいんだけどね。まずはね。脱いでいいかな。脱いでいいよね。さすがに。ずっと来たまま探索するのはちょっときつい。待って。まだいんの敵。いるし。どこ？向こうの奥。What？ どこだ。前に。どこだ。もう厄介だな。敵残してるとなかなかゆっくり探索できないんだよな。こっちから声聞こえたよな。もういいや。だからいるんだね。声が聞こえるんだよ。どこだ。この中か。中だね。ん？来たか？強いな。時間を遅くできるからすごい狙いやすい。こん中だな。パッパラパッパッパーって来たぞ。なんかメカニストロボット。 That's it. 一発だもんね。めちゃくちゃ強いわこれ。でもって弾はいっぱいあるし、プラズマ系。よし、じゃあ探索しますか。一回止めていいかな。このプラズマライフルが今のところ一番強い気がする。全ての武器の中で。相手溶かせるし、狙いやすいし、レートも速いし、威力高いし。何しろ今これレジェンダリーだから、サイトで狙うと敵、動きを、時間を遅くできるっていうね。これすっごい狙いやすい。ヘッドショットとかも狙えるしね。さて、じゃあちょっと探索しますかな。結構広いね、ここも。ここでね。まあいいや、止めます。なんだこのターミナル。クラブハウスのターミナル。ロボットコントロール。よくわからんな。ロボットを使って何かやってるの。ん？ルートどれにしといた。キャンプディフェンスくらいにしとくでしょ。来るのかな、こっちに。ターゲティングパラメータ。オーバーライド、スクランブル。なんかこれ別にいじんなくてもいいんじゃない。コンバット。これ何が変わるのかさっぱりわからん。あれ、なんか俺、アクティベートしてるぞ。なんか来るかこれ、まさか。レースって何？何もレースなんてやってないけど。あ。どこにまずロボットいんの。何もいないけど、ロボットなんて。さっきのいっぱい来たロボットのこと？何なんだろうね。おお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 お。
こん中にロボットいたのに全く見てなかった。まだセルフディストラクトにしちゃったよもう。でもまあいいのか、それで襲われるよりはそっちの方がマシか。そういうことか、そういうことか。あそこにロボットいっぱいいたの、もしかして。俺まだこっち先に探索してたから中見てなかったよ。それが全部自爆したって感じ。ってことはあのまま中行ったら俺ロボットに襲われてたかもしれないってことか。もういっか。